おととい午前9時半、名古屋駅近くの映画館に大行列ができました。はい、並ぶの年にどのぐらい、何回ぐらい？だ、5年に1回です並んだ人のお目当ては1日に公開された映画です。関東大震災が起きた5日後、千葉県の旧福田村で100人以上の村人が香川県から来た行商の一行を襲撃。9人が殺害された福田村事件を描いた作品です。村人は朝鮮人が襲ってくるというデマを信じ、行商を朝鮮人と疑って襲いました。監督の森達也さんにとって初の劇映画です。これはたまたま福田村で起きましたけど、関東全域であの時はああいうことが起きていたし、さらに言えば、日本どこで起きててもおかしくもないし、だからそういう意味では、全く他人事ではないと思ってみてください。主演の井浦新さんは、デマに煽られる集団心理は今の時代にも通じると言います。100年前も今もこうその竹槍がこうスマートフォンになってとか SNS になってとか、道具が変わっただけで僕らがやってることってきっと変わってないと思うんです。過去のことだからっていうことではなく、なんか私たちの中にある物語でもあると思うので、ぜひたくさんの人に見ていただきたいと思います。関東大震災の様子を目撃した画家が残した絵巻。朝鮮人が火を放った、井戸に毒を入れている、根拠のない噂、デマが流され多くの命が奪われました。朝鮮人だ、それだけの理由で。なぜ当時日本で虐殺が相次いだのか、その理由を歴史の流れから読み解こうとする人がいます。劉英翔さん60歳、在日コリアン3世です。やっぱり一つ一つのそういう事件は全くそのあったのかなかったのか分かんないまま放置してるっていうのは、いろんな傷を残しますよね。名古屋で生まれ育った劉さん、今は名古屋の出版社で編集長をしています。関東大震災に関する本や資料を読み込み、先週自分の本を出しました。群衆心理とか異常な状況の中でパニックになって殺したんじゃなくて、虐殺っていうのはそのこういろんなイメージを与えられたり、その不逞鮮人っていうようなこう汚名とか恐怖心って煽ることで平時でも起きるんじゃないのかなっていうことが、この本の書く動機みたいなもんなんですよ。劉さんは日本の植民地支配下で起きた朝鮮の独立運動に着目。日本の統治機関が独立を望む朝鮮人を不逞鮮人と呼び弾圧。この用語が新聞を通じて日本国内に広がったと考えています。大衆の中で不逞鮮人のイメージは虚実ないまぜに膨らんでいった。それが関東大震災が起きる前の帝都を覆う空気であった。でそういう視点で見ていくと、その虐殺関東大震災で起きたことっていうのは関東大震災で終わってないっていうのもだんだん思うようになってきて、でそれがその典型例としてこの本で書いているのは、その三重県の木本町で起きた木本事件っていう虐殺事件ですね。
事件が起きたのは三重県熊野市の旧木之本町。関東大震災から2年以上が過ぎた1926年1月、トンネル工事に従事していた朝鮮人労働者が町民らに襲われ、2人が殺害されました。半端にいた人たちも木之本町内にいた人も全員こう追われてしまったっていうことですね。当時の新聞などによると、事件の前日、町の映画館で日本人と朝鮮人が口論となり、日本人が日本刀で朝鮮人を切りつけ重傷を負わせました。翌日、町内の神社に朝鮮人が集まっていたことから、ダイナマイトを持って仕返しに来るとのデマが流れました。在郷軍人会や青年団が竹槍や猟銃で武装。朝鮮人労働者が暮らしていた地区を襲撃するなどし、最終的に2人が殺害されました。一人は頭に鍵のついた棒、飛び口を突き刺され、町の中を引きずられたといいます。二人の遺体はこの寺の墓地に運び込まれ、数日間放置されました。ずっと引きずり回されたりとかして、はいはい、で最後にこの場所に連れてこられて、極楽寺の境内、はい、境内ですね。でここであの二人、お二人が並ばれて小毛にかぶせられて、で当時、まあ、雪も結構降ってたみたいなんですけども、何日間かそのままの状態でこちらに安置されていたみたいです。当時あのトンネル工事 の、はい、あの監督をされてました田中さんという方が、はい、あのお二人のことを悲しんで あちらの墓石を作られたみたいです。殺害されたのはイギユンさんとペサンドさん。墓石に刻まれたのは日本での通名から取った改名です。先人とは朝鮮人を蔑んで使われた言葉。事件のあと2人の墓石は無縁仏として扱われ、境内を転々とするなど、その存在すら忘れられていました。今もそうなんですけれども、まあ、木之本町では話題にされない、うん、話をされない事件となってまして、私も地元の小学校、中学校、高校と出ていますけれども、一回も聞いたことがなかったんですね。いろいろと私も住職になりまして調べていましたら、木之本町でこういう事件があったんだっていうのが分かってきまして、何か供養ができないかということで、ちょうど2000年にペ・サンドさん、はい、イ・ギウンさんという、はい、あの朝鮮名で墓石を作らせていただきまして、その時に建てられた2000年に建てられた私の大住職の足立さんは韓国から石を取り寄せ、私費で墓を建てました。今こちらをそのお参りになる方っていうのは時にはいらっしゃる、はい、そうですね、地元の方では少ないですね。あ、で遠方から、はい、あのまあ、わざわざといいますか、あの足を運んでいただいてお参りしていただける方っていうのは年間でも結構いらっしゃいますね。そうですか、はい、隠されている限り多分被害者の人、朝鮮人の傷っていうのは癒えることはない。で加害者も多分一緒で、その隠している限りこう自分がそういった残虐行為をしたとかっていうような心の傷っていうのは絶対塞がらないですよね。ちゃんと向き合って和解していくっていうことをしないと、あの傷は疑いに言えないっていうふうに感じますけどね。